画像独身男34、お盆に実家にも帰らずむせび泣く。やめろ。自分で選んだ生き方では。正月はどうしてるんだろ。彼女が一度でもいた時点で自慢。あと年齢若い自慢。草。お前の勝ちや。これ、舐めてるよな。これがマウントに見えるのは草。ほんこれ、ガチのやつは吐き出すことすらしない。わかる。これなんよ。これが言いたかった。どんなコンプレックス抱えて生きてんだ。これ、彼女どころか一度でも女と仲良くなった経験があるやつは弱男を名乗る資格はない。ほんこれ、彼女いたことある上にお盆休みも取れる時点でそれなりにうまくいってる人生やろ。彼女なんて普通に暮らしてたらいて当然だし、34で若いとかお前はいくつなんだよハゲ。マジでこれ、帰る実家があるのも自慢だわ。ようやっとる。離婚は芋孤独で気狂いそうや。なんで34でこんな気持ちになるんや。普通に10代後半で感じて、あとは定年の気持ちやろ。35やとまだギリ間に合う気がするから親がプレッシャーかけてくるんちゃうか。45になれば何も言われんやろ。親が生きてないかもしれんが。中途半端に彼女おったからこう思うんやろな。まだまだ悟りが足らぬ。高齢童貞引きこもりの愛はどうすれば。人並みの幸せ手に入れようとしてんの、そろそろ諦めろよ。1日目パチマルコ15、2日目昼寝とフリ視聴夜友達と飲み、3日目散髪後パチマルコ99、なかなか充実しとる。もうこういうので酔うことすらしなくなるよ。クリボッチ級とか30過ぎたら魔法使いとか言わなくなったやろ。ガキに現実見せたろか。 Y45 素人童貞。サービス用でお盆休みもない、さっき仕事から帰ってきた。もう終わりだよお前の人生。朝からずっと書き込みしてるやんお前。一人で店やっとるからな。客おらんときはずっとここ見てる。稼ぎ時、どこ。親にイオンモール連れて行ってもらって、クソデカトップバリューアイス買ってもらって今食ってるわ。ちな今年36。アイスは誰にも分けない。一人で食べる。たまにショッピングモールで見る高齢親子。お前か。弟の嫁が妊娠したらしくてさ、笑った。嘆くほど深刻ならとっくの塔になんとかしようと行動してるだろうに。結局人が嫌いなんだろ。帰省できないならコミケ楽しめばよくねえか。なんで親ってあんな結婚望んでるんや。自分が死んだら子供が孤独になるから。もう愛してくれる人間はいない。Y の親も、Y と同い年の誰々くんが今年結婚しただのって話を今日してきたわ。してほしいんやろな。できるわけねえわ、ごめんな。この世の終わりみたいなすれ。帰省なんてしたら下で親戚や昔の友達の結婚話とか聞かされて死にたくなるぞ。もう今って生涯独身率3割超えてるやろ。これからさらに上がってくるし、いずれ多数派になるから、そんな気にしなくてもいいと思うで。氷河期で上がってるだけやから下がっていくぞ。20代の童貞処女率も上がってる。高校生でもこんなに違うからな。独身増えてるって言われてるけど、まともな人って20後半32くらいで結婚してるよな。いい歳して独身ってやっぱあってなるようなやつばっか。否定できんわ。ほんこれ、言い訳してるだけだよな。ぶっちゃけ35過ぎたらまあ厳しいな。40なったらまず無理。よっぽどエリートやリチンか女と喋ったこともないみたいなやつ以外はみんな結婚してるわ。こうなると終わりやな。焦燥感をずっと感じる。ほとんどワイで草。歳を取るとこうなるんやろ。火の玉ストレートな名称で草。つうか、結婚幸せちゃうからな。もし離婚したらどうすんの。1000万円以上の養育費いきなり抱えて一人になるんやで。そこは結婚不幸でもないし。結婚は人生の墓場。これはうまい比喩やな。それに対して独身で死ぬのは墓に入れずに本兵みたいにそこらに死体転がされてる無残な死に方や。わいらは戦って死ぬんや。彼女作んのってそんな難しいか。職場無理でも趣味のコミュニティとか入れば余裕ちゃう。別れる時はコミュニティに居づらくなるが。お前はブサイク陰キャを舐めすぎてる。本当にモテない奴はまず女から人間として認識されない。ゴキブリやウジ虫と同じような扱いをされる。被害妄想強すぎだろ。ゴキブリは駆除されるけど人間はされないぞ。草。32独身は震える。お盆明けの何してたトークとかもこの人にはやめとこかってのが何人かおる。一発抜いて肉たらふく食って酒飲んでがっつり寝ても満たされない。一人ぼっちやけど勉強したり運動したりゲームしたりで楽しいで。ネットでこんなおっさんをバカにして、こうなったら終わりと思って生きてきたのになぜ。独身ってずっと一人暮らしの大学生みたいな生活するってことやろ。いろんなこと経験してこそ楽しい人生やないんか。人生で縛りプレイやってどうすんねん。人が当たり前に経験してることをしないまま何十年も過ごすってある意味ニートと同じだよな。子供が成人するまでにどんだけ差がつくんやろな。そういやちょっと前までは何時で人生終わりぶみたいなのが毎日のように立ってたよな。確かに最近見ないな。みんな人生始まったんやねハグ。終わりの定義をめぐって方向性の違いで解散した。草。バンドかよ。もうニキラこれぐらいの女の子で妥協しとけよ。高望み定期。高根の花定期。
お前ら就活の時も嫌だ嫌だ言いながらちゃんと就職できたやんけ。結婚も同じだよ。相手に結婚したいと思わせたら勝ちや。できなかった定期。就活は明確に期間と相手が決められてるからな。最近の日本人は結婚を重く考えすぎってビートたけしは言ってたな。彼氏彼女の延長線で一緒に住む程度に考えとけばええと。クリエイター系はマジで30超えても周り未婚ばっかや。なんか入る業界によって既婚率全然違うよな。ワイは今入った業界は電気工事系やけど既婚傾向の人間多すぎてほんま危機感持っとる。お前らシングルマザーでもいける？ワイは大丈夫。いける。新ママは深入りするとヤバそうな率が高かった。まともな新ママ本当に引いた元旦那が外れやったんだなって。俺らって金の使い道なくね？みんな何に使ってるんだろ。同世代が結婚生活や育児に使ってる金が余るけど、旅行めんどくせえし欲しい株もないぞ。そりゃファイアーのための資金よ。ファイアーした後何をするでもなく仕事をしたくないというネガティブな理由やけど。人と関わらずに生活するには金がいるやん。理想の暮らし、心穏やかに過ごせる余生を実現するために金がいるねん。人と関わらずっていうと今の寂しい状態がさらに悪化するんでない？社会との関わり方考えていった方が建設的な気がする。健常者のものの考え方やな。ワイはフェイスとフェイスで人と関わるのが苦痛で仕方ない。人との関わりは匿名掲示板でいいわ。これ、できることなら人と会話をしたくない。購買行動とかならその瞬間の関係だから負担はないんやけど、今後もお付き合いとかがあるとより相手のことを見据えるための仮面をつけたりするのが本当にだるい。みんなって正直言って人に興味ないんやないかな。ワイは全くない。人に興味ある、友達増やしたい、人との交流が好きってタイプは、それで交友関係が広がっていくし恋人もできやすくなるんだろうな。皮肉でもなんでもなくワイも早くその境地に至りたい。死ぬ前に一度でいいから誰かワイを求めてほしいというゴミみたいな願望をどうしても捨てられない。君が誰かに施す側になるんや。別に愛されなくていい。趣味あれば結婚しないでも楽しく生きていける気になってたけど、趣味も周りが自分より一回り若いやつばかりになると思うね。みんな卒業したのに自分だけいつまでやってんだろうって思えてしまうわ。車もゲームもテニスも。その辺って年齢関係なく楽しめる趣味じゃないか。テニスは結構おるで。定年間近のガチおじもハマってるわ。そいつは結婚子育て終わった後の余生やろ。とにかくただの遊びなんよ趣味なんて。人生の主軸にはならん。独身弱男おじ向け人生が楽しくなる趣味。キャンプ、ジムが良い、図書館が良い、釣り、ランニング、他にある？サウナ。キャンプと若干ジャンル被るけど登山。中年からじいさんまで突然山登り出すのほんまあるあるやからな。登山はマジでそう。死に近づくと山登りたくなるのはなんでなんや。実際非日常的環境で普段感じられないアドレナリン出て楽しいんやろね。登頂というわかりやすい達成感もある。ワイも虚無ったら刺激を求めて山に吸い寄せられる日が来るのかもしれん。3しかないやつが多そうなんだよな。1. 能動的な趣味。スポーツ、旅行、アウトドア、食べ歩きなど、能動的に体を動かしたり行動したり、他の人とコミュニケーションを取ったりする趣味です。これによって新しい刺激や活力が得られるのと、人とのつながりも作る維持することができます。2. クリエイティブな趣味。絵を描く、料理を作る、写真撮影、バンド、手芸、工作、DIY など、何かを作ったり生み出したりする趣味です。この趣味によって想像力や発想力が豊かになったり、リラックスの効果があります。3. 受動的な趣味。映画、テレビ、読書、漫画、ゲーム、ネットサーフィンなど、すでに作られたものを楽しむ趣味です。これによって知識や感性が蓄えられます。大体が1、旅行やら食べ歩きやら興味ないなんてないと思ってんねのやけど。そんな格付けなんて関係ないから、遊びは遊び。他人が人生の寄り道にちょろっと経験して満足したことを、いい年してまだやってんのって話よ。わい、デブス彼女と結婚予定。それでもこいつがナンバーワンなんや。お、処女か？処女やったで。ボランティアか？愛嬌あるからコロッと言ってしまったんごねー。愛嬌あるならええやろ。ほんまハッピーを具現化したような女なんよな。それでいてやかましくないからええ。あと根性もあって逆境に強いのがええわ。理想の女すぎるやろ。死ぬのが怖いから生きてるだけ。社会人サークル入れよ。よさこいみたいな踊りのサークルええぞ。男女100人くらいのチームで他チームとも交友があるから出会いが多い。何がヤバいってこのままだと確実にヤバいおっさんになるってこと。次すれはよ。もう次すれはきついからやめよう。気楽に過ごしたい。お前ら頑張れ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。